ですね、七夕ということで七夕らしいところに来ております。こちら東京タワーでございます。今ちょうど期間限定で天の川イルミネーションっていうのをこの上のメインデッキのところでやっているっていうことなので、夜景が今日見えるかわかんないんですけど、まあ、夜景と七夕の雰囲気を皆さんとねシェアできたらいいかなと思っております。では早速行ってみましょう。と言ったらなんなんですが、同時開催っていう感じで台湾祭っていうのを開催しておりまして、寄ってみようかなと思います。チケット販売、トートバッグとこのパインジュースがついて入場券が800円ということですね。おー、こんな感じです。賑わっている。こちらの県でですね、トートバッグもついてきました。かわいい。お願いします。ありがとうございます。パイナップルジュースだ、美味しそう。めちゃくちゃパイナップル入ってる。いただきたいと思います。いただきます。やーば、何で見える。甘じょっぱい味付けがたまらなく美味しい。うん、フッシュって感じがする。台湾も行ったことがないんですけど、ピューフっていうところはすごい行ってみたいなと思っていて、台湾のスポットとか知ってる方いたらぜひコメント欄で教えてください。パイナップルジュースも堪能したということで、東京タワーに登っていきたいと思います。オレンジ色の光で今照らされているんですけれども、東京タワー色が2種類あって、白色の色とオレンジ色の色。7月から10月までの夏期間っていうのは白色のライトで、10月から7月までの冬期間っていうのはオレンジ色のね、温かみのある色が通常の色っていうことなんですけど、オレンジ色の方が東京タワーらしいというか燃えているような色なので、露出は増えるだろうということで、こっちに限っては夏期間でも冬のオレンジ色のイルミネーションが見れるっていうね、ちょっとレアな年なんだそうです。わーすごーい。これでありがとうございます。エレベーターのご利用でよろしいですか。これって徒歩でも行けるんですか。階段で、階段で、はい、そうなんですね、はい、階段で行きたいんですけど、階段で登っていくっていうチャレンジできるって聞いたので、ちょっとねやってみようと思います。こんなに和やかなもんなんだろうか。おじゃ、とりあえずスタート地点に着いたかな。うわー、すごい綺麗。真下だ真下。ちょっとここのスタート地点が綺麗すぎて、なかなか上に登っていけない。うわー、よし登るぞ。どこだ、階段は。階段はどこだ。こっちか。ここからスタートです。認定証と塩飴をいただきました。600段の始まり、だいたい12分ぐらいかかるので、いきます。疲れた。6分の1でずいぶん疲れたんですけども、そこにね今137段が見えている。待って、疲れた。でも夜景がねすごい綺麗です。台湾祭りが見える。台湾ビールが飲みたいよ。あーちょっと頑張ろう。レインボーブリッジが見えるよ。綺麗。
違うかな。また職場が見えますね。すごい綺麗だ夜景が。地上150メートルにある23区内で一番高いところにある神社です。東京タワーでございます。道路がね、東京タワーの形に見えると言われております。人手にも見えなくないんですが、綺麗ですね。車が通っていて、赤いライト、オレンジのライト。はい、ということで本日は東京タワーから台湾と七夕の雰囲気をお伝えしてみました。夏らしい夏を過ごせるかどうかわかんないんですが、それぞれ楽しい夏を過ごせることを祈っております。ではまた次の動画